一発ポンはリモコンの一つのボタンを押すだけでスマート J:COM ボックスとテレビを起動し目的の機能を実行するワンタッチ機能です。この一発ポンに対応したリモコンのボタンはホームボタン、番組表ボタン、録画リストボタンと地上、BS、CATV の選択ボタンになります。例えばこれまでスマート J:COM ボックスでケーブルデジタル放送の番組を見ようとした場合、スマート J:COM ボックスの電源をオン、テレビの電源を入れ、テレビの入力を切り替えてから CATV ボタンを押すという手順が必要でした。一発ポンを設定すればこれらがワンタッチで行えるようになります。同様に録画リストボタン一つで録画リストが表示され、番組表ボタン一つで番組表が表示されます。一発ポンの設定方法はご覧の3つのステップで行います。まず RF リモコンの設定を行います。リモコンのボタンを押しているときに電源ボタンが赤く点滅する場合、この設定は不要です。ホームボタンを押して画面をホームメニューにしてください。選択ボタンで設定その他の項目にある各種設定を選択して決定ボタンを押します。 STV 設定を選択して決定ボタンを押します。設置設定を選択して決定ボタンを押します。 RF リモコン設定を選択して決定ボタンを押します。新規接続を選択して決定ボタンを押します。リモコンのチャンネルアップボタンと音量アップボタンを同時に押します。電源ボタンが早く点滅したらボタンから指を離します。ペアリング完了のメッセージが表示されたら閉じるを選択し決定ボタンを押します。次にスマート J:COM ボックスの HDMI 連動設定をオンにします。接続機器設定の項目にある HDMI 連動機能を連動するに設定してください。これでステップ2まで終了です。次にテレビの HDMI 連動設定を行います。ここではソニーのブラビアを例にご紹介します。テレビの付属リモコンでホームボタンを押しテレビのホームメニューを表示します。リモコンの選択ボタンで設定の項目にある外部入力設定を選んで決定ボタンを押します。ブラビアリンク設定を選んで決定ボタンを押します。ブラビアリンク機器制御を選んで決定ボタンを押します。スルーを選んで決定ボタンを押します。電源オン連動を選んで決定ボタンを押します。スルーを選んで決定ボタンを押します。ホームボタンを押しテレビのホームメニューに戻ります。これで一発ポンの設定は終了です。
テレビの HDMI 連動設定方法はお使いのメーカーや機種によって異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧になるか、テレビのメーカーにお問い合わせください。一部本機能が動作しないテレビもあります。ご了承ください。